ジャススティンパレスを戦から見ていいいきたいと思いますデビューは2021年9月に行われました中 2000m の戦でした初、まあ、等数でね5投立てということでかなり頭数少ない中でのレースになったんですけども前半からまあねシンバとは思えないぐらいいい形で流れに乗っていくレース運びができましたし終始スムーズなね立ち回りができてきっちりと反応よく後半まで足を使っていけるというような まあお手本のようなレースができたと思います、まあ、そういう意味では初戦からです、ね、完成度の高さというのも十分見せていたかなというふうには思いますし、まあ、こういったねショート数の落ち着いた流れでもそんなにこう嫌がる場面もなく極端にねこう行きたがるような場面なんかを見せずに、まあ、上手に前半から折り合うことができていたように思います。 まあそういったところを考えるとねこの馬のこうレースセンスの高さであったりとかあの先行力をこういった形のねスムーズに流れに乗っていく競馬ができるというのは この先もねこの馬の強みになってくるかなというふうに感じるそういった新馬戦の内容でした。まあ、ただですねこういったご来店でもわかるように視野のショート数展,展開的にもすごい向いた部分がありますので、まあ、相手関係にも恵まれたところはありますから、まあ、ここでね一番人気できっちり勝ちきったというところはまだまだねこの馬としてはね相手関係という面も含めてですねまあ、物足りないというかですねこれから先もっと強い馬を相手にどこまでや やっていいけるかというとうころを見たくななるようなそうそいったたの内容です、まあ、ただこういった形でレース運びとしても手応え的にもね余裕のある運びはできていますし外から来られてもこのこのような形ですね追い出しに余裕を持って内、まあ、からまたねこういった形で来られても余裕を持って仕掛けるとスッと反応するような。 加速力を見せていますので、これはまあ、芯場戦、初戦としては、いい形のね、反応速度というのも見せましたし、きっちりと伸び続ける足も使えていますので、まあ、かなりね、完成度の高さも含めて、いい内容での新馬勝ちができたんじゃないかなというふうに感じました。 2戦目は阪神で行われました、木ョ章、内枠からでしたが、ここもですね、新馬戦同様、消灯数6頭立てというようなレースになりましたが、まあ、前半から新馬戦同様にですね、スムーズに流れに乗っていくレースセンスを見せていて、 後半もしっかりと反応よく加速してきっちり捕まえるようなレースができましたまあ、内容的にはねとても、えー、強い競馬まああの相手関係に私は多少恵まれた部分があったかなというふうには思いますしまあ、展開的にも、えー、恵まれたかなというところはあるんですけども それでもねそつ、えー、なくきっちりとと捕ままえて着彩以上に強いい内容を見せたと思います、まあ、逃げたのが、えー、名所激凛こういった形でですね楽に緩い流れに落として、えー、展開的にも向くような状況での逃げをしていったんですけども、まあ、それをね、えー、これ逃げ馬優勢の展開の中でも前を見据えながら余裕のあるレース運びができていましたし まあ新馬戦同様にですね仕掛けてからの加速力というのは、えー、十分にありますからまあ、特にね新馬戦ではこうギリギリまで追い出し我慢しましたけどもまあ、それでもあの反応よく加速できていましたしここもね、えー、前に馬を置くような形で余裕を持った仕掛けができていますまあ、こういったねこう行為で運べて、えー、反応よく加速できるというのがこの馬の12戦を見ていてのね持ち味でもありますからこういった形のレース運びに持ち込めればまあいろんな競馬が十分に対応 できるタイプかなといいう,うには思いま,すまあ位置取りが悪くなった時にこの伸び足というのはねどれぐらいカバーすることができるかというのはこの先の課題にはなってくるかなというふうには思うんですけどもただまあこういった形のねレース線数というところはまあ若干この,あの光るところはありますので。 この部分で、ね、スッと反応ししてて加速していきますこの時ねこれ内側の馬場はあんまり良くなかったので全体的にこう外側に持ち出すのもいたんですけども、まあ、結果的にね結構外に持ち出しきれなかったところもあって馬場の悪いところを通すようなレースになってしまいましたがそれでもまあ最後は、ね、きっちりと逃げ馬を捕まえるお手本のようなレースができて反応よく加速を見せたというところも良かった内容だと思います。 3戦目で早速 GI 挑戦となりましたホープフルステイクステクです、まあ、これまで小投数のレースしかね経験したことがなかったんで、えー、急にえ15投立て投数の多いレースになりましたけども中枠から上手に流れに乗る競馬ができましたまあ新馬戦とねキギクショのようなこう2番手でのレース運びとはならなかったんですけども それでもこう無理なくこう戦断バグの中で立ち回る競馬ができていましたし、勝ったキラーアビリティをずっと見据えていくような運びができていますので、ここら辺はね、こう、スタ、あの、新馬戦からの完成度の高さだったりとか、このレース運びの上手、まあレースセンスの高さというところが、 え、急にね。頭数が増えたところ、でもう目立ったかなというふうには思います。まあ、勝ったキラービリティ5番の馬ここにいるんですけども、それをね、えー、後ろ側からこうちょっと見据えていくような運びになります。この1からのレースになったんですが、まあ、ここでね。上手にこう折り合ってリズムよく運びながらまあ、直線でキラービリティの。 通した後のねつい,ついでいきながら外に切り替えていくような感じになるんですけども、まあ、ちょっとねキラービリティー寄られるような感じが直線では少し見られましたがそれでもしっかりと反応を見せて、えー、伸び足といいうのは十分に発揮できています、まあ、このね馬の良さというところはやはりねこの新馬戦からの完成度の高さと反応の良さまたねレースセンスの高さというのがこの G1 でもいきなりですね、えー 初めてのね重症が G1 挑戦になりましたけどもそこでもねこういった形で結果を出せたというところはそういった部分になってくるかなというふうに思います。で前にねこれ今勝ったキラービリティがいてその後ろをこう追いかけるような形になっていくんですけどもここから外に切り替えてちょっとキラービリティがね外側にこうよあの寄れるような場面直線であるんですけどもそこをねまた外側からスッと伸びていくような感じを見せていますので,でここら辺はねレースセンスとしても十分、えー、こう強いあの強さを見せ しすし後半まできっちりと伸び足を使えているというのもいいと思います。まあ、あの馬群で溜めて反応よく加速するというところがこれ3戦とも共通して言えた点かなというふうには思います。ホープフルステークスの後はぶっつけ本番での佐々木賞というような形になりましたけども、まあ、スタートがね遅れたわけではないんですがこういった形で後方からのレースになってしまい。 これまでの参戦とは違って、こう前半からこうレースの流れに乗る競馬というのはできない、そういったさつき賞になってしまいました。まあ、これはね、ちょっと休み明けの影響ももしかしたらあるかなというふうには思うんですけども、ちょっと前半から少しね、こう力み加減でしたし。 ま、外側に持ち出していって、後方外回しのかなりまあ大雑把な競馬になってしまいました。まあ、そういったところ。ではねまあ後半まあ、ちょっとそれなりにこう伸びてはいるかなというふうには思うんですけども、これだけね。さすがにこうロスの多い競馬をしていると。 まあ特にね、えー、最後の方はこう伸び足を変いてしまうような感じにはなりましたので、まあ、ここ休み明け初戦ということを含めて言うとねちょっとえいまいちこう力が、えー、この馬のねこれまで見せていた良さというのが見れないような内容になってしまったかなというふうにえ思います。 まだね、こう画面に出てこないぐらい後方からのレースになってしまっていて、しかもね、結構外をずっと回していくようなレースになります。今ここね、頭出てきましたけども、こういった形でですね、後方から外を回す競馬というのは、これまで3戦でもしたことがなかったようなレースですので、やはりね、この馬の良さというのは、ある程度前で上手に流れに乗っていって、足を貯めて反応をよく加速していくというのが持ち味にはなってくると思いますので、 この,ようね、このような形のね、後方からやや強引に外を回して動くようなレース運びというのはえ、どうしてもこの馬の良さというのが引き出しきれないような感じになってしまっていますから、まあ、ここら辺がね、え上手にうまく行為で溜めるような競馬ができれば、巻き返しがいつあってもおかしくないかなというふうには感じる、えそういった内容です。まあ、ここら辺もね、まあ、外を回してる割にはここら辺伸びてはいるんですけども、さすがに最後はね、ちょっと伸びを欠いてしまうような形で、ちょっと前の馬にもよられて失速してしまいましたので、え 後半ね盛り返して9尺までは来ていますがいまいちこう力を発揮しきれないままのそういった賞の内容になっっててしままたと思います続いすす続日本ダービービですここでもですね出遅れたわけではないんですけどもちょっとですねこう先行しきれないような中途半端なレースになってしまいました。 まあやはりねこの馬の良さというのはきっちりと前前で運んでいく競馬ができた方がいいと思いますのでこれね最後ね直線は一瞬ねこう反応の良さというか仕掛けてからね一瞬パッとね伸びるそういった足は見せてるんですけども少しね内側に揺れ加減になりながらも伸び足は見せてたんですがただちょっとねそれがこう持続して使い切れなかったのがこの日本ダービーだったので。 まあ良さとして、このままの良さをね、引き出すと、形としては、まあ最初から、まあある程度、まあ先段グループにつけていって、ギリギリまで足を溜める競馬ができた方が向いてくるかなというふうには思います。こういった形でね、まあ中段の外をずっと回していって、まあ外に出して、こう早めのスパートをするような形だと、最後でこう足がなくなってしまうような感じがありますので、まあできるだけ行為でね、うまく足を溜めながらの競馬ができた方が、 向いいてくると思いますまたねこの度ちょっとねペースがね、えー、早かった部分もありますのでちょっとそれを、えー、追いかけるような競馬になってしまったこともあって後半はどうしても、えー、その分でね伸び足というのも足らなくなってこう持続力の、ね、足らなさというのが出てしまったかなというふうには、えー、感じました。まあその新馬戦からのね参戦の内容に比べると皐月賞とこのダービーというのは特にこの位置取りの悪さというのが、えー、目立ってしまっていてこの馬の良さが全然引き出せていないので。 やはり、えー、良さを、ねえー、引き出すのためには、まあ、枠順含めて前半から位置取りよく立ち回っていく競馬ができるかどうかというのは最大の鍵になると思います。 皐月賞同様ここもね結構外ずっと回すようなレースで前を追っかけて早めに足を使ってしまっていて、えー、結構早い流れを早めのロングスパートをしてしまってここからねちょっとね内に切り込むような形で一瞬足使うんですよねここら辺ですねスッと、まあ、ちょっと他の馬に迷惑かけてますけどもそれでもねあの反応は一瞬見せたんですけどもただこれがちょっとね長続きしなかった感じで、まあ、ペース的な部分もありますけども、えー、これはねやはりある程度も前半で一度よく運んで足を 貯める競馬はできた方が、えー、またね。後半に伸び足が使えるんじゃないかな？というような、そういったね、えー、一面を見せたと思います。まあ、外回しのロスト位置取りの技というのが完全に響いてしまった。日本ダビーだったかなという風に感じます。秋初戦は中京の芝2200メートルで行われました。神戸新聞杯です。まあ、ここはですね。新馬戦からの参戦と同じような形で。 今回は頭数はかなり多かったんですけども前半からスムーズに流れに乗って行為の内側につけていけばできましたここのあたりでねもう内側のラ致に寄せるぐらいの余裕があります先ほどご覧いただきました皐月賞やダービーとは違ってですねまあ打ちためができるというのがこの馬の力を十分にあの発揮できるだけのパ,パターンになりますのでそれがね まああの新馬戦だったりとかキークーはちょっと頭数少なかったところはあるんですけども、まあ、ただホープフルステークスのようにねバグの中でじっくりと、まあ、後ろすぎない位置で足を溜めて追い出しを我慢して進路を見つけて仕掛けて瞬間的な加速力を生かす。 というのがこの馬の持ち味をね十分に発揮できるというところがこのレースで見せれたと思いますまあ、そういう意味ではサツキシとダービーで凡退したことによってここ人気をね落としてはあのしまいましたけどもただえっ、ー、とここねそういう意味ではこう能力を持ち味をね発揮できる競馬が十分できたのかなというふうには感じました 皐月賞と、ね、ダービーはああいった形でこう外回しのロスというのが最後まで響いてしまいましたし位置取りの悪さというのも響いてしまいましたので。 やはりこの先も枠順含めて、ああいうようなレース展開になりそうな時というのは、人気の有無に関わらず、この馬の力がはっきりしきれないようなケースというのが、この先も出てくる可能性がありますし、逆にこう人気を落としているような時でも、内側バグの中でじっと足を溜めるようなレースができれば、まあ距離に問わずね、いろんなレースというのができる馬だと思いますので、まあこういうね、こういう打ち溜めから前を追っかけて、 差し切るよううなレースとというのが理想です、まあ、ちょっと、ね、ここね直線こかなりねこうフラ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 してる場面はあるんですけども、まあ、休み明けの初戦としてはですね、まあ、あのうまく貯めて反応も見せていますし、まあ、これまでのねレース内容の状態の良、ね、かった時と同じような形でレースできている上にこに後半ね突き放す競馬もできましたから、まあ、そういう意味ではねこの馬の貯めて伸びる良さというのが十分生かせたレースだったと思います。 続いて菊花賞へ出走しました枠順悪く外枠だったんですけどもここはですね鮫、えー、島騎手が非常に上手な騎乗を見せたなという風なのが、えー、一番の感想です外枠ながらですねこの後映るんですけども、えー、早めにねこの内側バグの中に入れていって気づいたら、まあ、もうこの位置ですねこうバグの中に上手に入れてきてましたよね、まあ、こういう競馬ができたというのがこの馬にとっては えこの上位にえー、この三着までねこの結果を出すというところで、えー、良さが出たかなというふうには思いますやはりねこの外枠でずっと外を回してしまうというのはこの馬にとって まあこの皐月賞であったりとかダービーのようにね位置取りを悪くして外を回すというのが一番良くないパターンになりますので前半こう早めに出していってなおかつこうバグの中に入れて後ろすぎない位置まあここね枠のことを考えればかなりこれ好意で運べてると思うんですけども好意、まあの内側のバグの中に入れる形でじっくりと足を貯めるレースができましたのでこれがねこの馬の力を引き出す理想的な形だと思います。 まあ、距離に関しては、ま、融通性はいろいろね、こう、あると思うんですけども、あの、この追っかけて、えー、ロングスパートで足を使うと、ま、えー、距離はね、えー、まあ、どんな2000メートルでも持たなくなってしまうような感じだとは思うんですが、逆にこう3000メートルを超えるような形でも、道中じーっと足を我慢しているような、この、競馬ができれば、 え、後半まで足を使えるというような、まあそういった馬だと思いますので、えー、距離はね、そういう意味で、いい,い,い意味で言うならば、融通性はあるものの、道中で、えー、こう動かしすぎると、 仮に距離がが短くくなななっったたとししてても足が持たなくなってしまうううとというようなところはあります、まあ、ここら辺でまあ少し気合いをつけながらでも、えー、上手にこうあの位置取り落とさないように流れに乗りながらじっくりと足を貯めるレースができていますのでこの外枠8枠17番というねかなりこう枠の悪い競馬をしていたんですけどもそれでもこういった形でですね位置取りよく運ぶことができたというのは まあ前半のこのポジションを取ろうという騎手の判断というのがとても光ったんじゃないかなというふうに感じるこのキッカショーです、まあ、今ねこれご覧いただいても分かるようにこれ勝った馬14番のアスク・ビクター・モアが早めに前を捕まえに行く競馬をしていますけどもまあそんな中で先乱馬群の中でこう足をためながらこう外をねにあの出さないような競馬ができたのは良かったと思います。 今ねちょっと詰まりながらになりましたけども結果的にここでまああの足もしっかりと貯めることにつながりましたし内側をついてしっかりと伸び足を使えていて、まあ、2着に来た、ね、ボルドグフー外からあの伸びてくる黒い帽子の馬なんですけどもこの馬はこの逆に、ね、強引な動きをしてもえ徐々に加速して長くいい足を使うタイプではありますので外回しても苦にするタイプではないんですけどもそれに対して、ね、このジャスティン・パレスは内側を通してえうまく馬群をついて差し足を伸ばせたというところで このまあ両極端なタイプの2頭ではありますがきっちりと足を使えたというところでは良かったと思います菊花賞の後は暮れに行われました有馬記念への出走となりました。 ここはね7着と敗れてしまったんですけどもただレース運びとしてはこの馬の理想の形の運びができたかなというふうに思います。まあ、マーカンカーの機手にね乗り換わってはいたんですけども、まあ、前半こういった形で促しながらも好位の内側につけていって足を貯めるというのはこの馬の理想的なスタイルではありますので、まあ、そういったところはねこれ上手にできていたなというふうに思います。 まあただちょっとね、えー、仕掛けどころが少しこう早くなってしまったかなというところがあるのと、えー、内側をついてちょ、最後ね、直線では、まあ、じわじわと伸びていたんですけども、まあ、この馬のこう反応の良さみたいなのが、えー、若干こう見れなかったところがありますので、これはね、まあちょっと喫下賞を使った後の、 まあ疲れだったりとかまあそういったところが多少出てしまったのかなというふうには、えー、思います。まあただねこの位置取りとかレース運び、えー、そういったところではね、えー、子供の構想パターンの位置取りのレース運びはできていますので まあそれに応えられなかったというところを考えると、まあ、どちらかというとそういった、ねまあ、相手関係が、ね、もちろん強くなっているところもあるんですけどもあの基本的には、ね、ちょっと菊花賞長丁場走った後のねこの多少疲れなんかも出ていたのかなというふうには思います。 まあここら辺はね、こうリズムもいいですし、すぐに内側につけて流れに乗る競馬もできていますし、あレース運びとしてはね、理想的なレース運びができたとは思うんですけども、ちょっとね、こう仕掛けるがね、参考なちょっと過ぎぐらいからね、すぐにこう早めにこう動かしていくような感じの、 前を追いかけて仕掛けるような競馬になったので、まあ、ある意味ね、こう、勝ちに行くには、そういった仕掛けをしないと、えー、なかなか勝ちきれなくなってしまうところがありますから、まあ、いた方ないところかなというふうには思うんですけども、ただまあ、できればね、この馬の良さを考えると、もう少しだけ追い出し我慢できた方が良かったかなというふうには思います。まあ、ここら辺ね、こう、仕掛けて動いていっているんですけども、まあ、ここをね、もうちょっと我慢して、 ワンテンポ追い出しを我慢できるぐらいだったらより後半伸び,て伸びる反応が見れたのかなというふうに感じます。 まあそれでもね、こ内側をついて、まあ、外の馬たちが伸びが良かったのはあるんですけども、これ伸びてないわけでもなく、まあ、あのこの馬の、ねえー、いい時のちょっと反応というのは見れなかったんですけども、それでも、ね、こう最後までこう我慢して足は伸ばしてはいますので、あの7着に敗れてしまったんですけども、大きく敗れた、えーまあ、2、3着,3着とあの以下には、ね、大きく離されてないぐらいの7着ですので、まあ、内容としてはね、ちょっといまいち伸びはなかったですが、えー、悪くなかったと思います。 明け初戦は阪神大賞典への出走となりました、えー、3枠3番内枠だったこともありましてこの馬の理想的なレース運びというのがここでは十分に引き出すことができたかなというふうに思います前半からねこういった形で無理なく流れに乗る競馬ができていますしまあ休み明けを感じさせないようなねこのリズムの良さというのを見せていますので、まあ、そういったところを考えるとまあここはね この内側でじっくり足を貯めて追い出しを我慢して仕掛けてから反応を見せるというこの馬のもう勝ちパターンというかですね構想パターンの一つにはまったかなというふうには思います。まあ、これまで見ていてもあの距離としてもですね長い距離中距離というところでは、まあ、あの決してねこの長い距離が向くとかそういった感じではないとは思うんですけども。 あのどちらかというと、どんな距離でもこういった形であの道中で足を溜めることができるかどうかというようなえタイプの馬で、豊富なスタミナがあるというような感じではなく、逆に言うと、 2 0 0 0ルの距離であっても外をずっと回して、えー、ロングスパートかけてしまうと、えー、後半は、えー、スタミナ切れになってしまうというようなところがあります。ね、逆にこの3 0 0 0ルを超えるような距離であっても菊花賞もそうですけどもバグの中でじーっと足を我慢していれば、えー、距離が、ね、どんだけ長くなったとしてもの後半の足だけを、ね、使うというところではそんなにこう、えー、どんな距離でもきっちり使ってこれるというようなところが、えー、見て取れるので。 やはり、ね、この先も、えー、距離、えー、2,000m であろうと 3,000m を超えるで、えー、レースであろうと、えー、位置取りが悪くなって。 で外を回しててて動いていって例えばそれでねこうねじ伏せて勝つような競馬というのは、まあ、あまりこう期待できない反面、えー、逆に相手が強くなったとしてもこういうような形で内側でじーっと足を我慢足をためて我慢するような競馬から、まあ、ある程度ねこう用意ドンのような競馬、えー、切れ味を生かすようなレースになった方が、えー、どちらかというとこの馬の良さが出てくると思います。 一方でこうロングスパートをしなくてはならないような消耗戦になった時にこの馬はえこ短いね瞬発的な足は使えるんですけどもそれはこういまいちこの持続して使い切れないようなえまあもちろんね外を回す時にねそういうような形になってしまうんですけどもそういったところがあるのでそうするとね意外と後半ね一瞬だけ伸びて最後伸びきれないみたいなねえーダービーのようなレースになってしまうケースが出てきますので。 まあ距離の問題よりも、えー、ための問題がどちらかというと鍵になってくるんじゃないかなというふうに感じているまです。ここら辺は上手に足を溜めていますので、えー、3000メートル、喫下賞同様にね、結果を出しましたけども、これはね、まあ個人的にはこの距離適性、長距離適性が高いというよりも、 溜め性が高いというような非常に印象を持っていますので長距離的性の高い馬はね外を大きく回してもそのままねじ伏せて勝つような競馬をする馬いますけどもこの馬はどちらかというとそういうタイプではなく、まあ、えと距離にかかわらず上手に好為でためれるかどうか枠順を含めてそういったところがこの先も鍵になってくるかなというふうに感じます G 初制覇となりました天皇賞春です。 1一枠1番内枠だったんですけども前半は軽く流しながらある程度の行為を意識していくんですが結果的にですねこう外側の馬たちなんかもどん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 内側の前の方に寄せてきましたのでまあ結果的にね中段ぐらいからのレース運びになってしまいました、まあ、この馬としては内枠のえ生かしながらねじっくりと足をためるレース運びがしたかったかなというふうには思うんですけども まあこの前でね引っ張っていくタイトルホルダー含めですね速い馬というのが多かったですからそんな中でこう無理に追いかけることなくまあこの馬のリズムというのを重視したレース運びというのが結果的にいい形になったのかなというふうには思いますま。何よりもねこう,うまくじっくり足を貯める競馬というのができたのでこの馬としてはまあ後半にもしっかりとした伸び足というのが発揮していくことができましたし あの天皇賞の1つ前のレースこの、ね、阪神大商店の時もね、うまくじっくりと足をためる競馬から後半しっかりと伸びる足を使っていくことができましたのでこの馬としてはどちらかというとこう追いかける競馬よりもうまくためを生かした方が後半まで伸び足を使えているなというような印象があります。でこの、えー、天皇賞は春今これスタンド前を走っていますけどもここでですね あの内側から徐々にこう外側の方にバグの外側の方に今持ち出していく雰囲気があるのがわかると思うんですけどもまあこれがね結果的にいい判断になったかなというふうに思います今ねここちょうどまあ画面の真ん中辺りのになるんですけども内枠だったんですけどもバグの外に出していきましたよねあのこれほんと結果論なんですけどもこのタイトルホルダーが後半失速をしてしまうような形になりましたので まあそれの、ね、この後ろにいるアスク・ビクター・モアなんかがその煽りを影響を受けてしまってですねこう減速をさせられてしまいます。でジャスティン・バレスもこの内枠だったので、まあ、可能性としては今のね赤い帽子だったアスク・ビクター・モアがいるような位置でのレース運びということももちろん考えられた可能性はあるんですけども、まあ、そんな中でもし前にいたこのタイトルホルダーが失速してきた場合にこのジャスティン・バレスもその減速に えこう一緒にねこう下げられ下げさせられてしまうような状況というのも考えられましたのでそうするとね結果的にはまああのここのねバグの外側に持ち出してまあ、なおかつこうじっとね足を我慢している貯める競馬ができているのが良かったのかなというふうには思いますまあ、みんながねこのタイトルホルダーをここで減速してくるというのはどの 騎手や馬にとってもですねあの想定外ではあったと思いますので、まあ、それでね展開的にもこう引っ張ってこの34コーナーで一気に引っ張っていくタイトルホルダーの縦長の隊列というのが急にここでぐっと隊列が詰まるような形になりましたからジャスティン・バレスも直線に入るまで比較的こういった形でね追い出しを我慢することができました。 まあえー、うまくねこう内側から外に出してじっくり溜めを作ることができたのとなおかつ展開的に、まあ、たまたまではあるんですけども、えー、4コーナーで対列先団の対列がぐっとつ詰まったことによって、えー、前を追いかける形ではなく追い出しを我慢する形からの仕掛けになったというのはこの馬にとってもね非常にこうレースの運びとしては向いてきたそういった内容の天皇賞の勝利だったかなというふうには思います今のところ溜めを生かす競馬の方が伸び足は見えてます 宝塚記念です、まあ、真ん中ぐらいの枠だったんですけどスタートは決してねこう悪くなかったんですがこれあの外目の枠の馬たちが先行馬多かったんで外から一気にこう内側の方に斜めにこう寄せてくるような感じになったことでここら辺でねこう窮屈になってしまったというか、まあ、どん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 こう位置取りを悪くしてしまうような、まあ、そういったレースになってしまいました。 まあ阪神大商店ではねまあ距離も長かったこともありますけども内側でじっくり足を溜める運びができてまあ100点の競馬ができたとは思いますがでまたね、えー、こう天皇賞春では外目回してたんですけどもまあ展開的にねこう前を追いかけるような形にはならず、えー、ずーっとね、えー、こう先まあ早めにこうじっと進出しながらも、えー、じっくり足を溜めて追い出しに余裕を持つような競馬ができていましたので 後半スッと反応していきましたがこの宝塚記念では前半の1ドルが極端に悪くなったことで外に出して、まあ、早い段階からね外回しのロスの多い競馬かつこう押し上げて動いていくようなロングスパートの競馬になってしまいました。とかやはりねこの馬はこうロングスパートの競馬だと、えー、後半ね、まあ、伸びはするんですけども溜めていた時ほどスパッと切れるような足が使えないので。 まあこのあたりもね、位置取り悪くずっと外回していくような競馬で、後ろからこの赤い帽子のイクイノックスにマークされるような感じになりましたが、まあ、手応えとしてもね、こうジャスティン・パレスは結構、追っつけ同士になっているのに対して、まあ、イクイノックスは結構、え余裕のある動きでスーっと外外回しながら上がっていく、えー、そういったね、こう、レースを見せていますから、ちょっとね、差が出てしまいました、もう少しね、楽な運びができれば、えー、理想です。 またね、これ直線部分入ったところで、えー、ジャスティン・パレス、ここ無知で、ね、ここ落としてしまうんですよね。ここですね。今落と,落としてしまいましたよね。まあ結果この直線はこう無知がないままで、えー、まあこう移動しの競馬になるので、まあその分もね、多少、 伸び足としては差に出てしまったかなというところはありますがそれでもまあ、えー、こんだけ外回しながらもきっちり伸び足をずっと使っていけたというところは今まで以上にこう力をつけてきた大きな、ね、成長が見れたかなというふうに感じるそういった宝塚記念の内容でした。